小笠原が左のコーナー付近、アイザックマットを今松山真のパス交換、ジャスティン・ハーパーも近くにいる。そのハーパーだ、ハーパーが自ら行った、ハーパーのシュート。トレイ・ポーターだ、トレイ・ポーターゴールした、トレイ・ポーター。今のシーンです。松山です、チャップマン、チャップマンが中に行く、チャップマン、チャップダンク、栃ヶ谷、チャップマンのダンクが決まって47対41。トレイ・ポーターだ、ゴールした、ポーターもゴールした強さを見せています。残り10秒を切りました。第2クォーター、ドーハラが行く、ドーハラが狙ってくるか、ドーハラー同点、西宮ストークス49対49。さらにバスケットカウント、駒澤が後ろから行きました。駒澤に畠山から松山、松山が回り込んで松山、ベンチのメンバーも立ち上がる。あー、スティール、ディメッツ取った、ディメッツのシュート、レイアップ決まった。いやー、よくスティールしました。点差わずかに3点になっています。松山が行く、外にはジャスティン・ハーパー、そのハーパーがスリー、ハーパーのスリーが決まった。ジャスティン・ハーパーもいる、駒澤早瀬、駒澤このショットはどうか、またアイザックバッチ、オフェンスリバウンドの強さを見せる。よく取りました。渡辺翔太つない、トレイ・ポーターに金田、そしてジョーダン・ハミルトン、今渡辺翔太がトップ付近、金田スリーポイントを狙ってくる、金田菊池翔平だ、菊池翔平レイアップ、ここは駒澤からアイザックバッツ、両手を広げたアイザックバッツ。千葉がリードしているという情報もありますので、ゲーム差1のまま、あ、ここはジャスティン・ハーパーキープするためにも、越谷は西宮相手に連勝なるかどうか、カウントダウンが始まっている。トレイ・ポーターだ、ディメッツ諦めない、5点差。さあ、もうほとんど時間がない、越谷アルファーズ、今試合終了のブザーが鳴った。